貯金があるということ、財政調整基金という貯金、この貯金は2131億円もある。もしもの時の蓄え、そう言われているものですけれど、今こそもしもの時なんじゃないですか。先進国で唯一30年経済不況が続く日本の中で、コロナがやってきて、そして物価高まで今前に進行してしまっている。この状況で2131億円の一部でも取り崩して、皆さんの生活が少しでも底上げされるようなことにお金を回していくべきじゃないでしょうか。それをすれば地域にもお金が流れていく、そういった積極財政を訴えているのが私たち令和新選組の食べ残り立候補している田健吾でございます。身を切る改革、緊縮財政、本当怖いんですよ。今まで子育て世帯にお金つけたら高齢者の予算削ってきた、それが身を切る改革、緊縮財政です。そして今やろうとしていることはカジノでお金を使おうとしてるんですよ。貯金溜め込んで身を切る改革、緊縮財政の人たちがそんなところにカジノに予算つけたら、子育て世帯にも高齢者世帯にもどん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 予算削られていくんじゃないですか。終止符打ちたいんですよ。力貸してください。必要なところに必要な予算をつけていきたいんです。力貸してください。20年間福祉の現場で働いてきました。ヘルパーさん借りてないんですよ。子供4人いてます。子育て世帯、待機児童の問題なんでなくならないですか。安倍の空き家多いです。空き家を有効活用して保育所増やしていきたい、保育士さん増やしていきたい。足りていないところ、必要なところに予算をつけていきたいんですよ。力貸してください。令和新選組公認大阪市会議員候補、田健吾です。よろしくお願いします。力貸してください。